一般的なデミタスカップ金属製の枠を持つデミタスカップとデミタススプーンのセットデミタスは深入りのコーヒー豆を挽き布フィルターを用いて抽出したコーヒーである。元来、フランス語では小さなカップを意味する。また、カップとしてのデミタスはデミタスコーヒーをはじめにトルココーヒーやエスプレッソ等を飲む際に用いられるカップのことである。デミタスのカップの容量は 通常約60から90ミリリットルで、通常のコーヒーカップの半分程度の大きさである。白色の陶器や磁器でできていることが多いが、装飾を施したものもある。揃いの柄のソーサーがつく。金属製の枠に入ったガラス製のカップの場合もある。デミタスは1806年のイタリアのカフェ、アンティコカフェグレコが起源とされる。当時のフランスが、 大陸封鎖令を発令したことで、植民地からコーヒー豆の輸出入量に制限がかかり、イタリアではコーヒー豆が不足していた。品質を保ちつつ、少量の豆でコーヒーを味わうためにデミタスコーヒーが生まれた。2008年5月、ギネスワールドレコーズは、オーストラリアのイップスウィッチ市議会の市長のコレクションを世界で最大のコレクションと認定した。これは、 市長のポールピーザセイルが15年間以上かけて集めたもので650セット1500個からなる。デミタスコーヒーの抽出には、ネルドリップと呼ばれる布フィルターで抽出を行う。深入りのコーヒー豆を引き、80摂氏90度のお湯を時間をかけて注ぎ、ネルドリップで抽出する。旨味成分が多いとされる70から 80cc 部分のもののみを使用したのが、 デミタスコーヒーと言われる。通常のコーヒーの約4倍の濃さがあり、コーヒーの玉露とも評される。ありがとうございます。